ご覧の皆様、こんにちは。ホステルと申します。バイオハザード2、プレイを再開していきましょう。レオン裏編で、警察署の地下に降りてたところでセーブしております。では、この扉の先へ行きましょう。エイダはどこ行ったんだ？マンホールオープナーを使って、先に僕が地下へ来た以上、エイダは地下にはいないはずだよね。何もないけど。ここはロック解除用のパネルのようだ。差し込みプラグの説明がある。キングプラグ差し込み口、ルークプラグ差し込み口、ビショップとナイトのプラグの差し込み口だが、ただいま持っているのはプラグは2種類。先に行く手立てがないね。というわけで戻っていかないといけないが、まだ警察署の鍵も持っていないものがあるんだよね。ロードが長い。イベントか。やはり。エイダ？I don't think I've introduced myself. 僕が敵の処理をしてくれるのを待ってから来てるんじゃねえのか。It's a dead end.You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. ここでうるわしのお姉様パートに。バイ！小娘がいた。シャレたもん持ってんじゃねえか。That little girl must have dropped this. I think I'll hold on to it for her. 左に映っているのはウィリアム・バーキンその人か。他にアイテムはなさそうだね。エイダパートはどこまで行けるとか。お娘一人でよくここまで生き延びてこられるよね。何？あ、どこだ？回避するわ。こっち側降りよう。回避するときは真剣で全く喋ることができないっていう、ね、なんだこれ。あ、ショットガンの弾あるんじゃねえか。ういうい、これはありがたい。クレア表編でシェリーが入ってきたのはこっち側だったよね。ということはここから先は行き止まりだね。ショットガンの弾プラス何かしらの重要アイテムを拾ってレオンにお渡ししないといけないってことだね。ではもう片方の部屋に行ってみよう。エイダの所有物は何なんだ。ハンドガンの弾結構持ってんじゃねえか。レオンに交代するときにくれないかな。ジョーンと写ってる写真、シェリーのペンだと持ってないけど。いた。ああ、見えない。コドガルの時に驚くっていうね。このホラーゲーム向けのこの騒がしさ。下水処理場の地図、こいつをいただいておこう。これはシェリーの時と同じ仕掛けかな。この降りられないんだけど。じゃあ木箱を動かしていこうか。一生この隙間に隠れていることってできないのかな。敵が怖いから。こういうところで180度ターンがあると便利だが、あれ、ちょっと動かせないね。結構押し込むのシビアなんだね。よしよしよし、これで、あ、隙間に入れる。こっち側を密着させて、
タイムアタックとかだと、この3つ目の木箱は、確か最後まで押し込まなくてもいけるんだよね。ま、そんなことやる腕がないからやらないけど。タイムアタックとかに挑戦してる方たちってさすがだと思うわ。自動的にくっつくっていうね。で、おそらくはクラブの鍵か。お、クラブの鍵、はい、目当てのものゲットしました。これで今一度警察署に戻り、残りの鍵のかかっている扉を開けていくという展開になる。ぐわっ、あ、避けられない。だが体力はまだファインである。ひょっとしてレオンよりも体力が高いのか。新人警察官のレオンに比べると、この時期のエイダはレオンよりも身体能力が高いかもしれないね。レオン、can you hear me? エイダ、did you find anything? 女の子が見つかりました。Right here. Think fast. Here's one more.この投げたものがさ、ダクトの間に落ちちゃったらどうするんだろうね。What? Ada, wait! 待つんだ、エイダ。今度は誰だ？一人しかいねえか。あ、保護してる。通路を塞ぐヘリもどかしたわ。え、どこのこと？ありがてえ、地図出してくれてる。あ、そっち行くのか。そっち側行くのか。ほう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 。ということは結局リッカー処理しないといけないの。そこから先に何があるのか。では戻っていきましょう。雲がね、通路を塞いでんだよね。おとなしく壁か天井張っててくれないかな。待って。ああ、真正面から来るんじゃない。積極的なアタック。だが残念ながらその求愛に応えることはできない。毒食らってないよね。お腹押さえてないから大丈夫か。敵の再配置が怖いところだが、ないね。道こっちで合ってんだっけか。あ、いるわ。ここはもう一度来るから倒しとこう。少しずつ前に出ていくっていうね。あ、弾もうないんだ。一応小さな鍵持ってきてるけどさ、クラブの鍵使って検視室に入ったら今度武器庫に入れるようになるよね。怖い怖い怖い、なんかいるわ。あ、ゾンビか。びっくりさせやがる。一体はハンドガンでいけそうだね。よしよしよし。もう捨てたいんだけど、ハンドガン。捨てられないのかな。カメラワークに難ありだわ。おお、びっくり。
よし、じゃあ建設に入って武器庫に入るための鍵を手に入れようか。これで出てこなかったらお笑いなんだけど。どこ見てんだお前。天井か。あい！ああ！やべえ。めっちゃびっくりした。なんなの？ゲットー。はあ、びっくりした。まだどうせさ、なんだっけ、あの引き出しみたいなところからゾンビ出てくるんでしょと思ったんだけど、まさかの斜め上を行くこの展開。リッカーがいて、一体ならわかんだよ。声したから、はぁはぁ言ってたから。二体目が出てくるっていうね。めっちゃびっくりした。はぁ、びっくりした。けどよく考えたら、サイドバックも残してるから、サイドバック手に入れれば、アイテムら開けなくても持てんじゃん。今はレオン裏辺。もうこの先はないから、すべてのアイテムを回収していく。根こそぎもらってくっていうね。マグナムのタワー。ありがたい。ちょっと待って。ハンドガンの弾もあるけど。サイドバック回収しても取れねえじゃねえか。サイドバックゲットと、サイドバックを装備しています。少々お待ちください。お着替えの時間。そして両方もらっていくっていうね。画面をはみ出さん限りのこのアイテム枠10個になりましたと。だがお手間っけん。あ、どうしようかな。だけどこれハーブ使うか。限界までハンドガンは使い倒したいわ。武器商人みたいなのになってんだけど。回復アイテムをどこかのボックスで補充してから探索開催ってなんだよ。開始したいところだね。マグナムはまだ用ないから弾預けときたいわ。敵はいない。ゾンビ2体だけだった。では戻ろう。タイラントが出てこないのは怖いな。力を溜め込んでんのか。とか言ってると、やばい、怖い怖い、やめて。来ないで。やべえな、抑え気味だわ。このハンドガンの弾を打ち尽くしていく。打ちっぱなし状態。寄るんじゃない。あー、 この野郎、私に近寄るな。足への噛みつきはそこまでダメージ高くないから。あー、敵の数が多いよ。表辺とは打って変わってハンドガンの弾薬が枯渇しつつあるこの状況。ただ裏辺はサブマシンがあるからいいんだけどね。別に。これ何？あ、マグナムの弾結構出てくんね。ありがたい。これはチェスを楽しむ上司の日記か。表辺でも読んだね。ここはマグナムの弾を回収するためだけに来る場所か。そしてクラブの鍵を捨てるために調べとかないといけない扉。おっと、びっくり。バチバチ言ってるのにびっくりしたわ。いないね。曲がり角を曲がったところが一番要注意なんだけど。意外と近いが
一回アイテムボックスに寄っておきたい。あ、ここまだ敵いたわ、そういえば。再配置があってから処理してなかったわ。倒してこっか。見えない。何体いるんだろう。倒しておいた方が吉か。これだけ広いからスルーできるわ。ここにも再配置かな。されてない。一回アイテム整理しに行きますね。ホールを通って向かいの部屋に行けばアイテムボックスがありますから。手すりに引っかかってしまう男。敵の再配置がくどいな、裏辺は。表辺だとほとんどなかったような記憶があるんだけど。で、親子ごめんのハンドガン、そしてマグナムの弾をつけていく。で、何を持っていこうか。完全回復ハーブ一つ持っていきたいよね。レッドグリーン、これ一つ出していくか。ブルーハーブとさらに調合する余地があるから、優先的には緑3つを使っていきたいんだけど。赤と緑しかなかったんで、こいつを出していく。サブマシンガンって予備の弾薬って手に入ったっけ？あんまり覚えてないよね。使い捨てのような感じのイメージで今まで使ってるから。これからはゾンビ相手にはサブマシンガンで。よし、ではこっち側へ行こう。敵いそうだけど、あー怖い。クラブの鍵は最重要機密事項臭いから後からにしよう。先にもう一つの鍵を開けといて。あー嫌な思い出、やめてください。いや、やだ、やだ。失礼。ルークプラグね、はい。あー、びっくりした。背筋が凍った。吐きそう。はっ、びっくりした。上か。ちょっと待て。はい、ひるまない。なんでひるまねえのこいつ。ショットガン食らってひるんだりひるまなかったりする個体があるんだけど。いっか、アイテム欄結構いっぱいなんだよね。どうしよう。この先のクラブの鍵の扉にも重要アイテムがおそらくあるんだけれども、なぜか拾うっていうね。いざとなったら回復アイテムを使用してアイテム枠を開けよう。ハンドガンの弾しかないのか。意外とケチだね。ではいよいよ本命のこちらの扉入っていく。一体何が。お、あ、そっか、歯車の仕掛けね。クイーン、キング、ジャックに命の火を灯すとき、馬車は走り出す。
了解よ。クイーンキングジャックで。レオンは初期装備がライターだから、こいつを使って、クイーン、キング、ジャック。イエス。うわぁ！てめえ、どこから入ってきやがる？びっくりした。壁から侵入するとかやめていただき、いただきたい。春巻き龍がてめえは。近寄るな、私に寄るな。おお、ハンドマンの弾しかくれねえでやんの。扉開けて入ってこいよ、せめて。なんなんだ。レッドリボン軍に侵入した孫悟空か、貴様は。ああ、びっくりした。死ぬかと思った。金の歯車ね。じゃあ使いに行こう。なんなんだよ。死ね。もう 60% しかない。あー、怖いよ。お母さん。中に入れないのかな、ここから。やーべえ、怖え。めっちゃ涙目になってんだけど。タイラントのあのコートってさ、人に偽装するためのもんじゃ、なんじゃないの。壁ぶち破ってさ、来たら、人じゃないの呪われじゃん、そんな。もうちょっと容疑よくしてくださいよ。金の歯車使いに行こう。あー、怖っ。例によっておしっこ漏らしそうなんだけど、どうしよう。そしたらアイテム整理をして、一回この辺で終了にして、とりあえずトイレ行ってくるわ。あー、怖い。あ、どうしよう、ハンドガン。ハンドガンどうしようか。迷うところ。今はもう一回ハンドガンに持ち替えよう。使い倒そう。これでいいかな？あ、ルークプラグ今いらないよね。プラグまだ最後の1個持ってないから。まだ3つしか揃ってないから。これで OK か。はい、それでは準備万端ということで、次回に続く。ご視聴いただきましてありがとうございました。ではさよなら。